馬長春は中華民国の政治家。旧名は林。号は星きこり。中国同盟会以来の革命はじみしで、労働組合組織などの任務を主に担当した。中国国民党では、労使合作を唱え反共右派の立場を取っている。当初は、旧学を学びわらべみにも求大したが、15歳の時に香港へ移り、工場労働者として働きながら、 野学で英語を学んだ。1902年にアメリカへ留学し、音楽機器に関する専門学校に入学する。この時、サンフランシスコの松室行動に加入し、道の長である木三穂の紹介で、大道日報の記者になった。1904年夏、孫文がサンフランシスコを訪問した際に、馬長春は木の紹介で孫と対面し、以後、革命派として活動するようになる。 1905年5月、馬長春は孫文を追って、日本に渡り、同年秋に明治大学生経過に入学、間もなく中国同盟会にも加入している。翌年2月、馬は香港に戻って革命派として活動する傍ら、歌人危機器公会を結成した。これ以降も、機械製造研究の名目で、香港研究所塾。 関東危機研究公開などの公開組織を創設し、これらを革命派の拠点としている。また、馬は革命派に対して放棄の際の武器提供任務もこなした。1911年10月、武将記事が勃発すると、馬長春も革命派として、これに参戦した。まもなく、武将に赴き、 湖北軍政府と督く霊源広氏の命で、殺賃合流率いる新潮海軍への調略に従事し、これを撤退、または、駅死させることに成功している。中華民国成立後、馬長春は霊源広氏の都督府で顧問となった。しかし、はじむが、遠征外指示を強めると、馬はこれに反発して、批判活動を展開したために収監されてしまう。幸いにして、恩胸高。 皇帝カオルラの手配もあって、短期間で釈放された。1914年、縁を支持する、関東と特流済光の灰、下馬ありを、資角を放って暗殺したため、馬は日本へ亡命した。1916年春、中華革命党に入党していた馬は、同党に加入していたパイロットの坂本敏一と、協力し、滋賀県に航空学校を創設。 革命派の人物を訓練させたという。1917年に馬は帰国し、北京に民間航空学校の創設を計画したが、長空腹壁により断念した。同年9月、孫文が五法運動の一環で、甲州で軍政府を成立させると、馬長春もこれに参加し、労働運動の組織に従事した。これにより組織された労働組合として、 南洋タバコ講師職行同士会、越境公会連合会、関東危機工人維持会などが挙げられる。旧公生派や賃経明との紛争でも、馬は労働組合を指導して孫支持を堅持した。その後、関東平行渉省庁となり、1900。しかし、馬は労使合作を唱える立場で、孫が推進する三大政策には反対の立場であった。 馬長春ウ孫文史後の1925年春、馬長春は反共の孫文主義学会に加入し、総幹時に任ぜられた。翌1926年から海外に赴き、家京に対して反共宣伝を行う。1927年の紹介席による上海クーデターを受けて帰国し、南京国民政府労交局局長に任ぜられた。同年8月、上海で、 労工時報を創刊し、労使合作と反共産統計労働組合の宣伝を行っている。1928年1月、馬長春は関東省農工町長長に任せられ、秋には建設町長長に移った。翌1929年、国民党公衆指導部宣伝部長を兼任する。同年5月、国際労働機関に中国代表として出席した。 帰国後、関東省政府主席陳明クルルと対立して、関東省の各職を辞し、8月に立法院立法委員に任ぜられ、老公法起草委員会の召集人となっている。まもなく国民党下北東部特別委員として、天津に派遣され、反省派に対抗するための活動に従事した。同年冬に南京に戻り、国民党中央訓練部民衆訓練所所長に、 任せられている。馬長春は孫文の子孫化を支持しており、蒋介石による古官民南京事件が発生すると、孫と共に反省運動に転じた。満州事変に伴う各派大同団結のため、1931年末に省が一時下野し、孫家が行政委員長になると、馬は南京市長に任せられている。しかし、孫家は間もなく、 行政委員長辞任に追い込まれ、馬も南京市長を退いた。1934年12月、馬は国民政府委員に任せられ、翌1935年3月、南京市長に再任する。1937年、日中戦争が勃発し、南京が陥落すると、馬長春は武漢へ逃れた。これ以後、馬は抗戦のための民衆。 社会の組織に従事することになる。翌年春、中国児童救済総会理事長に就任し、さらに全国医労総会副会長も務めた。4月、国民党中央社会部副部長に任ぜられ、1940年、党中央組織部副部長に移動している。1942年、重慶でご鉄城らと南洋化競争会を創設し、翌年に馬は、 党会理事長に就任した。1945年5月、国民党第6期中央執行委員に選出されている。戦後、馬長春は南京市長にまた任まし、接種事務を進めた。1946年12月、国民党中央農工部部長に任ぜられ、翌年9月の党6期4中全会で中央執行委員会常務委員に当選している。 1948年4月、南京で中華民国全国総公会を創設した。国境内戦末期に台湾に逃れ、以降は、総統府国策顧問、国民党中央規律委員会委員、下京協会総会理事長、幸福大陸設計研究委員会委員、関東同協総会理事長、総統府市政などを歴任している。1965年には、 台湾中国文化学院と協力して、老工研究所を創設し、その理事長を務めた。1977年9月19日、台北市にて病没。去年82。編集した書籍に、中国老工運動史、中国老工問題、三民主義老工政策、比較老工政策などがある。ありがとうございます。